おはやばやとのご来場、楽屋一同になり代わり、厚く厚く御礼申し上げます。吉十大クオールに武家屋敷のみを荒らすゆえんにより、江戸全市民の喝采を博した異名、ネズミ小僧こと虫食い入れ墨の次郎吉が、その断罪申し渡し書によれば、大小名旗本をかすむること99件、金銀累計7931両。しかし重なる悪事の次第に身辺に危険を感じてきました。次郎吉天保2年中秋、暫時のほとぼりをしやすため、上方へ早くも回された追捕の気配に、道中屋敷心もなく、淡き夢見しえし、もせつ今日大阪へ。淀川を下る渡し船の中、人の世の縮図か、いろいろな人の集まるところ、旅芸人の猿回し、小粋な旅の女、石松もどきの固めのイカ様勝負師、あんま僧侶、まさに五越同州。名をおせんと呼び、素人でないこの女、年の頃は25、6。さあ、はったはった、超過半か、勝負。国の半、どうもついてねえな。今日は目が出ねえや。今年は猿年で、猿回しもなかなか人気があります。よくできたね。帳目をあげるよ。どうもありがとうございます。仏に仕える身でありながら、金に目のないのは人間の常だが、悪いことはできない。皆さん、船が着いたよ。宿場宿場の要所要所に、ネズミ小僧手配の人相書きが回っている。いや、どうもお役人様、ご苦労様でございます。おい、皆さん、お役人の改めだ。役人と聞いて、イカ様勝負師ははっとしました。うん、間違いない。ネズミだ。常に追われているイカ様勝負師は、ネズミ小僧と間違えられて飛んだ災難。世間の人気は
盗まれた者より盗んだネズミ小僧を来賛しています。それは貧しい者に与える金で義賊という肩書きがついているから。そのネズミ小僧と言われてイカサマ勝負師はいささか優越感を感じていました。ギラリ光るドスの凄み、ただものでないこの男を。どうやらイカサマ勝負師は逃げ終わせたらしい。いやぁ、人騒がせな。いや、ネズミ小僧が髪型へ現れたって言うじゃねえか。おい、船が出るぞ。みんな急いでくんろ。この騒ぎをよそにネズミ小僧次郎吉、苦み走ったいい男。あら、私の財布がない。おう、姉さん、おめえさんの財布はこれだろう。ちょいと、あんさんもちょっとしたネズミだね。有馬の湯治場で馴染みになったユナのおせんだった。二日月の晩できると腐れ縁だと言います。でも男と女、いつか花も咲くでしょう。俺はお月様を見て感心しているんだ。二日月の晩できると腐れんだとてめえ見事に言い当てやがったが、すみません、ヤクザの兄思ったばっかりにえらい心配をかけまして。そうじゃねえ、腐れんだというがてめえとのこと一時の気まぐれだ。おせんには次郎吉を思う情熱的な女の本能があった。次郎さん、後生です。見捨てないでよ。たった一人の兄は兄で妹を食い物にするような人ですし、うん、そうさな。とにかくその仁吉さんとやらに会ってみよう。じゃあ私とのこと話をつけてくださるの？おあつらいにひげも伸びてるし。